2021年度英検準一級の語彙問題。これ語源知ってるとね、覚えやすい単語。大学入試までに習わない単語だと思うので、こいつ7回過去に出題されて3回正解になってますからね。ハードで始まりました、むてつチャンネルです。さあ今回ですね、先ほど行われました2021年度英検準一級の語彙問題の分析、公表、そして対策について話していきたいかなと思います。はい、今回もですねアプリケーションデタタンの提供でお送りいたします。 iOS だけじゃなくて Android 版も出ましたので、過去のデータがブワーッと載っておりますので、問題解いて覚えるだけじゃなくて様々なことを知ることができるアプリですので、ぜひ使ってみてください。今回もデタタンさんからですねデータをいただき、どの単語が一体どれぐらい出題されてたのかっていうのもね話していきたいと思います。語彙問題全部見た感想としては、今回はそこまで難しくないっていうのが印象ですね。出てきている単語ですね、並んでいる単語、まあ全部知っといてもいいかなというやつです。まあ一部ちょっと1級レベルの単語も入ってたんで難しいのはあったんですけど、あとは駆動詞ですね。やっぱ駆動詞でレベルが高いというか、出会ってないと解けないっていう印象ですね。だからやっぱ過去問ちゃんとやっとかなきゃいけないっていうのはすごくよくわかりました。ただ英検ってね、過去問9回分までしか出せないので、本でね。だからやっぱりデタタンとかのアプリできちんと過去の問題を知っとくっていうのは大事になりますね。じゃあどんな問題出たのか見ていきたいと思いますが、1問目がペイトリオットだったんですよ。でペイトリオットですね、初登場なんですね。これそんな難しくないじゃないですか。こう愛国心を持った人、ペチュリアレックなんていう形容詞もありますけど、これ過去に2級で出てる単語なんですよね。だからデタタンだと2級載ってんですよ。デタタン準1級に載ってなかった正解の単語はこの1単語だけです。これ2級レベルだったんで、まあだから載ってなかったけど解けてないとダメですね。で25問中24問載ってたんで、ちゃんとデタタンに掲載されていました。だからペチュリアットはできる人が多いはずなので、なのでまあデタタンちゃんとやってれば全問正解、今回は狙えたはずですね。続いて第2問が resume ですね。はい、resume は非常に重要単語ですね。過去7回登場してますね。正解でも3回目になるってことなんですね。めっちゃよく出るってことですよ。トイックでもよく出ます。resume ですね。またですけど、再び始めるってやつなんですけど、難関大学でも出題されてますね。なんで知らなかった人はぜひ覚えておいてほしい単語ですね。そして続いてが subsequent ですね。sub が下で sequence ですね。並びってことなんで、こう並びがあってその次にっていうことです。だその次に起こるっていうやつです。で、続いて、エキセントリックね。まあ、いわゆるエキセントリックとかって日本語にもなってたりするやつですね。普通とちょっと違うよってやつね。イックとかエックの部分がいわゆる X と同じですね。外を表して、セントリックはセンターですね。スペル見るとわかりますが、センターなんで、その中心から外れてるよっていうことから、普通じゃない変わってるよっていう意味になります。でこれ語源知ってるとね、覚えやすい単語。で過去2回出題されて、初めて正解になりました。続いての問題は、certify です。はい。証明できなかったっていう文脈で出てたんですけど、スペル見てほら、certain ですね。確かにするっていうのから来てるので、だから覚えやすい単語ですね。他にもまあ、いわゆる certificate。そうですね。英検の合格して届く合格証ですね。サティフィカットってついてますよね。これもトイックでも登場する単語なんで、ぜひ押さえておきましょう。3回出題されて2回正解になってますので、正解になりやすい単語ですね。続いても、ボケーションですね。はい。これも正解になりやすいね。3回中2回正解になってますから、職業という意味ですね。これ、ボクっていうところ、はい。ボーカルと似てますね。声なんですよ。ここから来てて、神様からの声。神が、はい。あなたの職業はこれですよって言って、この職業っていうので覚えやすいですね。これ自分自身も大学入試の時覚えた単語ですね。あとオキュペーションとスペルも似てるから覚えやすかったですね。続いての単語がガウプ。はい、ガウプなんていうのはこれ大学入試までに習わない単語だと思うので、いやちゃんとやっぱねデタタやってたかどうかでしょうね。2回出題されて2回正解ですから100% の正解じゃないですか。で、こう、ごくりっと飲むやつなんですね。僕、漫画を英語で読むので、しょっちゅう見かけ、日本のキャラクターってなんかごくりって飲んだりすることすごく多いじゃないですか。なんか、いっぱい頬張るキャラクターいるじゃないですか。だから結構ね、見るんですよ。で、今回複数形でしたね。a few gulps みたいな形で出てましたね。ちゃんとスポーツドリンクっていうね、言葉もついていたので、こう、飲むっていうのがね、わかる文脈になってましたね。続いて、スタローですね。はい。まあ、これはできなきゃいけないんじゃないですか。驚かせる
るってやつですけど、過去4回出てきて2回正解になってますから、これも 50% ですね。かなり高い確率ですね。驚かせるはスペルがやっぱり似てるものが多いので覚えやすいんですよ。例えばサプライズだって S から始まるじゃないですか。アストニッシュ ST あるじゃないですか。アスタウンド ST あるじゃないですか。だから似てるものが結構多いので、そうやって覚えましたね。自分自身はやっぱ似てるキャラクターをね、つなげて覚えるっていうのは単語力増やしていくのにすごく役立ちますからね。その時に意味も似ててスペルも似てたら最高じゃないですか。はい、続いてリース。はい、これもね、知っとかなきゃいけない単語ですね。最近は日本語でもリースするなんて言いますね。自分自身も複合機リースしてるんで、まあ押さえときたいですね。動詞でもね、貸すや借りるの意味ありますからね。レントと同じように使いますね。で、まあ正解にはなってないけど、ビシニティとかね、これも近さを表すやつね。近接なんていうのも重要単語です。知っといてください。リースは3回出てて、1回正解で、ビシニティは4回出てて3回正解なんで、今まで3分の3だったんですけど、初めて不正解になりましたね。こういうね、データ知れるといいですよね。正解になりやすいものってあるんですよ。はい、続いて10番はスラギッシュ。はい、これは本当にね、エコノミーとよく使われるんですよ。スラギッシュエコノミー、停滞しているって感じですね。スラグっていうのがナメクジなんで、ナメクジのようにゆっくりみたいなね、そういう意味になりますね。で、スラギッシュは過去3回出てて1回正解になってますね。続いてコンテンプレイトですね。はい、コンテンプレイト ING ってやつで、これスペルがコンシダーと似てるので非常に覚えやすい。コンシダーもコンシダー ING じゃないですか。これも大学受験でも大事ですね。っていう形で出題されるので、これは取れてほしい。過去4回出てきて1回今回初正解になってますね。で、次が unanimously。 はい、これも重要な表現ですね。過去3回出てきて3回とも正解ですから 100% の正解率を誇るキャラクターですね。で、圧倒的に vote 投票すると相性がいい単語ですね。満場一致で投票するっていうことなんで、 unanimous のこの un のところですね、それが1を表します。 anima が心なんで、心が一つっていうところから来てる単語ですね。なんでみんな同じ心ですよっていうので覚えやすいですね。続いて endure。 これは知ってる人が多かったんじゃないですかね。4回中1回初めての正解ってことですね。まあ我慢する、まあ正確には我慢できないっていう時に使います。だから cannot とか could not と使うのが通例で、今回も could only っていうのがくっついてましたから、 only って一応否定語ですからね。なんでここまでしか耐えられなかったよみたいな感じで出てます。だから英作文で気をつけてください。何でもかんでも我慢するっていう意味で使うものではないです。基本的には我慢できない、我慢できなかったっていう時に使う表現ですね。はい、次が cozy ですね。4回出題されて1回正解になってる。未だ cozy は快適だみたいな感じで覚えたのを覚えてますね。で、今回正解にならなかった clumsy ね、もう不器用なっていうやつなんで、自分自身手先が非常に不器用なんでよく使った単語です。こいつ7回過去に出題されて3回正解になってますからね。出てくる回数の多い単語ですね。続いてが deceive、 騙すという表現ですね。これ5回出てますね、過去に。今回初の正解です。こう罠で捉えちゃうみたいな、そこから来たやつですね。はい、続いてがパンクチュアリティ。はい、パンクチュアルね、時間ぴったりのでね、覚えやすいやつですね。4回出てて3回正解になってる。針でズバッとそこに刺すみたいなイメージですね。で、重要単語としてはコンジェスションが出てますね。渋滞とかで使うやつですね。何か詰まるのを表すやつ。こいつ8回過去に出てて4回正解になってますからね。ぜひ覚えておきたい単語です。続いてコンベンショナル。まあこれも知ってる人は多かったんじゃないですかね。まあ昔からある慣例のとかっていうやつですね。これ5回過去に出てて1回目の正解になってますね。で、次はフラジャルね。はい、この壊れやすいものによくねくっついてますね。フラジャルって貼ってあります、割れ物とかのやつにね。これもぜひ知っておきたいやつで、過去8回出てますね。で、4回正解になってます。もう 50% ですから相当出てますね。1番のコースなんてね、知らない人多いよね。これ荒いとかさ、6回出てるんですね。正解にはなったことないんだ。続いてサモン。はい、これも5回出てるんだ。で、1回目の正解です。こう召喚するとか呼び出すってやつね。巨人の星のサモンを召喚するって覚えたんですね。僕昔巨人の星の再放送を朝見てから予備校に行くっていうのをやってたんで、今回アドバイザーを呼び出してましたね。そして次が retreat ね。はい、退却するってやつね。 re が後ろなんで覚えやすいです。今回はその軍に退却しろっていう命令を出したっていう文脈でしたね。5回過去に出て1回正解ですね。選択肢に discard がまたいますね。これよく出るんですよ。カードを捨てるから来てるんですけど、9回出てますもん。続いてが capacity。 まあこれは簡単ですね。はい、 capacity 能力ですから、 capacity to do の形で出てましたね。4回出題されて2回正解で、次が
まあ知らない人が多いんじゃないかなと思ったら、ラフアップ。まあ消去法でもいけるかなと思うんですけど、こうまあラフっていうのは知ってると思うんですけど、結構乱暴なっていう意味があるので、暴力を振るうみたいなので出てきます。だから今回容疑者にね、警察が暴力を振るうっていうので出てましたね。で、これとかやっぱ過去問やってないとわかんないんじゃないかなと思います。まあ消去法でもいけたとは思うんですけど、ラフアップ自体も3回出題されているので、次は5倍。まあこれはできてほしいかな。まあ2回中1回正解で、Time goes by って言うじゃないですか。そう、時が過ぎるってやつね。で、まぁ、今回20年が過ぎたっていう文脈で登場してましたね。で、次が rule out ですね。はい。だからこれとかもそうですね。まぁ、大学入試でも難関大だと結構出てくる表現ではあるんですけど、知らない人は多いと思いますね。過去6回出題されて、今2回正解になってますから、やっぱこれ過去の問題知っておいたら解ける問題ですね。排除するってですね。で、ただ排除するじゃなくて、可能性とかですね。その可能性は排除できないっていう文脈で出てくることが多いですね。大学入試の長文とかでも。今回も否定文で登場してましたね、やっぱり。ただただ排除するじゃなくて、それの可能性っていうので覚えといた方が応用は効きますね。そう、だから英作文で何でもかんでもこう人を排除するとかってルールアウトで書いてくる人とかいるんですけど、そういう意味ではありません。で、最後は fall back on ですね。はい、頼るってやつ。これは覚えやすいですね。後ろにこう倒れる、フォールするっていうので backオンでね、支えてくれるもの。depend on とかもオン取るし、覚えやすいです。で、これは5回出題されて3回正解になってますね。はい。というふうにね、やっぱりどういう表現が出題されているのかっていうのは知っておいた方がいいですね。はい、じゃあ実際ね、そのデータターンやってみるんですけど、英語日本語にするか、日本語英語にするかとか、あとは音声ですね。音から日本語訳を選ぶかとかっていうのを選ぶことができます。で、enhance。enhance とかだったら高める。cultivate。cultivate 耕す。reconcile。reconcile 仲直りする。またですね。clarify。クリアにするだから明らかにする。encounter。encounter 出くわす。っていう風にやることができて、で、この辞書機能っていうのがついてますので、いろんなものから調べることができるんですよ。だ、語源とかね、 Google でこの語源ってやるだけでね、いっぱい出てきますから、中に向かい合ってとか出てますね。とか AA 辞典だってね、引くことできますから、 Webster、Longman、Oxford Learner's Dictionary とか、こうやって見ることができるわけです。で、さらには Youglish ある今すげえ音が出てくれるやつを YouTube 内から見つけてくれるやつですよ。When we encounter some information that contradicts our beliefs. っていう感じで、これ YouTube 内からその音発音してくれてる動画を出してくれるんですよ。で、物書き堂っていう辞書アプリですね。僕物書き堂入ってますんで、それで飛んで encounter ってこうやって言ってくれるってことですね。用例とかだったら example のところですね。こういう風に encounter 何々とかっていう風に言ってくれると。そう、こういう風にね、encounter ってちなみにその many difficulties とか困難に出くわすっていうですね、人と出くわすっていうのは硬い表現になりますので、 encounter problem とかね。そうそうそう。で、このマル秘ボタンを押すと過去にどんな風に出てきたかっていうのを見ることができます。まあ、診断テストがついたり、イディオム熟語もありますんで、やっぱ熟語が大変だもんね。 track down 突き止める。で、これも正句検索で track down って言ったらこうやって見れると。 petition。 それで petition、 嘆願書っていうのが例えば出てきて、なんだこれって思った時に Google image ですね。こういう風に画像でも探すことができますので、ああ、こういうのが petition なんだっていうのが一目瞭然で分かったりするなんてこともできますので、ぜひ概要欄からですね、はい、データ単今度後英検受ける人も単語力上げたい人もぜひやってみてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。